大阪府の松下記念病院。地域の中核的医療機関として大きな役割を担っている。同院は2009年パナソニックのタブレット型モバイルパソコン CF-H1 を導入、看護部門で運用を始めた。ナースステーションでは電子カルテや看護システムにアクセスして担当患者の診療情報や看護記録を参照、通常の PC と同じ感覚で使用する。クレードルから外せばすぐに巡回に向かえる。ワゴンスペースは完結そのものだ。患者認証などの3点チェックは CF-H1 のバーコードリーダーで行う。従来より確実でスピーディーになった。実施入力は本当に患者の間近で行えるようになった。できるだけ入力する人が使いやすいという、もうそれを一番のコンセプトに考えた。ベッドサイドで患者さんの言ったことをその場で書き留めるという、やっぱそれが大事です。患者さんも休んだまま、それからベッドに座ったままで、一緒に画面を共有しながら、患者さんと視線を合わせてコミュニケーションを取りながら、自然なこうペンタッチですので、紙にこう書きながらどうですかっていうお話をするという感覚で対面で話ができますよね。自分の言ったことがちゃんと伝わってるんだなっていう、そういう認識は患者さん持ってくれると思うので。すでに60台が配備された CF-H1、 同院のチーム医療に確かな貢献を果たしつつある。やっぱりね、この電子カルテっていうのはあくまでやっぱり発生源の入力が大事なわけですよね。看護師同士は情報共有が早くできるということと、それから医師にとっては状態の変化を早くキャッチできるということで、非常に時間の効率化を図れているかなというふうに思いますね。 CF-H1 はバッテリー周りの心配がなく、引き継ぎもスムーズに行える。セキュリティ対策が十分なのは言うまでもない。落下にも耐えうる堅牢な本体、そのまま全体を消毒できるのも現場には好評だ。機材器具の衛生管理上は清潔に維持していくというのは大切で、拭けるということはもうまずまず最初に飛びつきたかった理由ですね。画像、音声、通信、今日の医療現場を想定したさまざまな機能を持つ CF-H1。 松下記念病院は現場のニーズを捉えながらさらなる活用を計画している。ビオアクティブを貼っていただいたら結構だと思います。はい、わかりました。これをこう一つのきっかけにして、そのもっともっと電子カルテから派生するものとして、もっともっと活用できるんじゃないかなと。栄養指導であったりとか、薬剤師さんの、服薬指導ってお薬を飲むのにこういうふうにして飲みなさい、こういう副作用がありますよという、説明をしたりするのに、それもベッドサイドに行くわけですよね。各部門にどんどん広がっていくと。